こっちも行けないんだよな。行けないところ多いんだが、まあしょうがない。一回まずベネトレームに話をしてこよう。ああ、どこ行く、どこ行く、どこ行く、どこ行った、それどこ、それどこ、それどこ、それ、ああ危ない、ああ外にいるよ。ああ帰ってこれた、帰ってこれた、あよかったよかった。ああ、ないない、どこ行く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 、慌てて街を出たよいが、列車に乗れるというのはベネトレームに話したってことになったのかな。じゃあ今のはいいんだね、今のは。よしよし、もう俺はもう特に深入りしない、深入りしない。ドラゴンフォースの時からそうだが、バグが多い。もしかし深入りはしない。レイロードまで来て大陸横断列車に乗れないなんて、どうしても列車に乗りたいならその方を教えてやってもいいぜ。なんだお前、何、列車に乗る方法を教えるだって。あなたは確かレイルロードの坂場にいた。あれあれ、列車駅のホームから乗るもんだろう。共和国軍は汽車には疎いらしいな。そうか、この近くに切り替えポイントがあるんだ。あれこれちょっと待って、大事件かもしれん。見たところそれは、ちょっと待って、ね、ちょっとこれ大事件かもしれないぞ。これちょっと大事件ですね。大事件が勃発しております。一つ先頭飛ばしてるわ。彼の名前、俺の名前は佐々木。佐々木が仲間に入っちゃったけど、入っちゃったけど、これはダメですね。これ仲間に入っちゃダメです。これはちょっと待ってください。これは俺ね、第2章の最初の戦いじゃないぞ。一旦町に戻りましょう。うわー、佐々木くんも一緒に帰ってきちゃってるけど、大丈夫なんだろうか。うわー、佐々木が舞台表の中にいるんだが。いやー、マジか。これちょっとやばいな。このバグ初めてだな、俺。壁の中に埋まっちゃうこととかよくあるの、本当に。樽とか、当たり判定おかしくて。埋まっちゃうことはよくあるんだけど、さあどうなる。ああ佐々木がもういる。これが正しい流れなんだが、佐々木がもういる。あいつしれっとしれっと右上にいるんだが、帝国の憲兵隊が駅に現れて、ベートレーム様を、まあよしとしよう。駅の構内を、憲兵隊か。マジョリ汽車には乗れなかった。いやもう俺は気にしない、言及しない、ここに関しては。これで汽車を利用する案も変更せざるを得なくなりました。そうだな、今ふと思い出したのですが、街で面白い話を耳にしました。こっそりと荷物に隠れてしまえばうまく汽車に乗れるんじゃないかって鉄道職員がそう言っていたんです。うん、その作戦で行こう。荷物置きに行こうぜ。じゃあ荷物置きで戦うはずなんだよ。俺はそこでアイリンっていう仲間を仲間にするはずなんだよ。頼むぜ。いやー、これどういう風になるんだろう。これもしかして佐々木2回仲間になっちゃうとかないかな。大丈夫か。お前なんでここにいんだおめえ。俺は父を失ってから、父の親友が義理の親友になってくる。義理の父親になってくれた。剣士の技を全て教えてくれたんだ。義理の父が戦いに倒れてから天涯孤独の身で傭兵として生きてきます。随分多くの方、お前はもうバカじゃないのって、ね、まあいいんだけど、俺が悪いんだけどさ、これに関しては。あいつは何も悪くないわ。じゃあ荷物置きに行こうか。荷物置きに案内してくれ。あ、こっちないのか。あ、通れるようになってる、ここだ。でね、確かここら辺に説明書にね、
あったあったあった、ここだ、ミスリル軍。よしよし。でも持ち物がベネトレームに預けないといけないものいっぱいあるな。まあ後にしよっか、後にしよう、後に。コーンクッキーもじゃあ佐々木くんに預けて、よしよし行こう。出しゃばったな佐々木、ずいぶん。しかもバトル6に佐々木がいていいもんなんだろうか。どういう風になるんだろう、配置はちゃんとなるんだろうか。うなずいた、ここならいけるみたいなことが。ここ全然覚えてないな、どういう敵ができたのも覚えてないわ。あ、レールロードに集まる汽車の積み荷は高価なものが多いとは聞いていた。これほどのものとは思わなかったぜ。野蛮なやつらがいるぞおい。こっちの方もすげえんだよ、ここにはまるで宝の山だぜ。虫だな、もう虫だ虫。そっちはどうだ、お互い巡り合えたか。待って、だって今開けんだかよ。あ、これね、そうそう、ほーれ、蓋が取れたぜ。待ってね、お宝さんよ、今出してやるから。なんだおめえ、なぜこんな場所に隠れてやる。来たー、なんだ姉ちゃんじゃねえか。それもよく見りゃ可愛い顔してんだ、アイリン。私アイリンあるよ、帝国ごめん、なんかちょっと辛くなっちゃった一瞬だけ。とてもとても怖いとこ、私罪にと共和国行く、よろしい。ええ、アイリンちゃんは外国人かいお前何なんだ、アイリンが外国人だとしたらお前は何なんだ、何なんだお前。生き物の分類で言うと何なんだ、バケモンじゃないかそれ。紫だよお前、私に触れる痛い目見るね、はぁ、はいや。なんだかな、おそらく銀玉の神楽のモデルになってるのはアイリン。構わねえ、一目にやっちまえ。しかしなんと偶然こっちに偵察しに来たカラスみたいなやつが、友人も誰かいますぜ、おいおいおいと、全員片付けちまいな。どうやら盗賊たちに気づかれましたね。どうせアイリンという文句のことを放っておける我々でもありますまい。そうなんですよ、話しかけなくても仲間になるんだけど、早急に合流してあげて、で話しかけて仲間、あーやっぱ佐々木くんいないわ、佐々木くんがいない。仲間にはなったが佐々木くんはいないのか。そっかそっか、お、マップ移動できるじゃないか。どこに行ったんだマップ移動って、あれマップ移動ってどこ行くんだろう、ちょ全然覚えてないんだよね正直。じゃあこっちが行こう。じゃあこっち、お、なんであんな風に敵を無視して歩いてんのかあいつ。追いかけてる、アイリンこれ凌辱されるぞ、そんなとこでうろちょろしてたら。あー、スナイパー対決するか、右から行って。これはじゃあ左で、オブライトもう右行くか、そうしようか。中は4人、外側から2人でいいんじゃないか。ゴブリンじゃねえかこいつ、ゴブリンの分際でアイリンのこと外人っつったのか。スケイブンとプリーストみたいなのが、ダークメイジか、ダークメイジってもう名前がもうすでにすごいかっこいいよな、すごい複雑だな、まあ、敵の数が異常に多いから簡単には試合終了しないと思うけど。お、出たフリーザーロン、かっこいい、そこかって、いいね。あれもうオブライトのターンなの、いいね、バードマンやっちゃえ。オブライトも技を覚えてほしいな、何か一つ。大丈夫これ、あいつら隊長かもしれない。勝利条件みたいなのってあるんだっけか。軍師マップ、これかな、軍師かな。荷物置きの地形を利用して、盗賊団の女文句の救出が最優先だと。なんか
ないんだっけ。ないな、特にないわ。なんか勝利条件なんとかとかっていうのあったの気がしたんだけど、ほう、ヤシの雫、こんなところに樽もしっかり壊していかないといけないな。じゃあで、ダークメイズがいるから重なるのは危険だな。少し距離を置かないといけない。お、スケーブン来るか。うん、硬い。あー、これは良くないな。お、アイリンはぐるっと回っていくつもりか。バードマンかっこいいね。俺も早く空飛ぶ兵隊が欲しいわ。空飛ぶ仲間が欲しい。うーふ、大丈夫か。アイリン結構やばいな。ここはオブライトにあいつを倒してもらうことにして樽を壊しましょうか。ほい、樽5ポイントもくれるんだもんな。結構でかいな。で、動いてこねえな、向こうのやつらも。おじけづいてんのか。ほい、あれ、かわされてるじゃないですか。オブライトさん、勘弁してくださいよ。ちゃんと狙ってくださいよ。あんなふわふわ浮いてるだけのやつに足元切ってやればいいんだよ。お、これは樽も巻き添えにできるじゃないか。ブレイズレベル2で。いやー、やっぱりレベル2とか範囲魔法を覚えてからはもうマスキュリンはだいぶ火力というか戦力になるな。強すぎるな。そして、え、樽分の経験値しかもらえなかったんだが。そんなことある。ヘルブラストレベル2。あう、あぶねえ、意識が飛ぶところだった。いい攻撃力だ。このまま倒してもらおう。で、ダンタレスはもう外に出てアイリーンを助けてもらう感じかな。お、なんか覚えてる、ヘルブラスト。あ、そう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 、そうなのよ。今回掘り出し物で手に入れたアンクあったじゃないですか。あれのおかげでグレイスが攻撃魔法ヘルブラストを覚えたんですね。そういう風に武器を装備することによって魔法を覚えたりすることがある。押されてるっつったな、あいつ。今下がったか少し。あいつボスなのか。うぅ、こういう3っつったらなかなか高い方だな。うわ、やば、降りてきやがった。2、バードマン自体の攻撃力が高いのか。じゃあそういうことか。アイリンまずいぞ。やばい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 、持たない持たない。どうする。あー、もう行っちゃう、戦っちゃう、こいつらと戦っちゃう。いや、ちょっと怖くない、ちょっと怖くない。ちょっとここら辺からまだ樽攻撃して様子見ようぜ。なあ、ヘイワードなんて囲まれたら終わりなんだから。なんで樽爆発するんだ、いちいち。うわ、樽のところに来た、スナイパー。あまり食らうなよ。3か、まあ OK でしょう。オブライト頼む、早くそいつを倒してくれ。よし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 、フルスイングを習得したわ。フルスイングって今までフルスイングじゃなかったのかと思って今そこに驚愕してるんだけど今。さあ、マスクリーンも出てこい。ダークメイジ最初なのか、やばい。あー、フリーズ、なかなか上位魔法を使ってくるじゃないか。痛い痛いわ。
翼くんが先に攻撃してくれると思ってたわ。よーし、あれレベル上がんない。そして翼の HP がちゃんと2回復してる。そんな、なんかライフリングみたいなものを確か装備してたわ。神よ、しっかり回復させてこ、いい経験値稼ぎになる。次のターン2人出てきてくれるかな。まずいぞオブライト、大丈夫か、キャパオーバーじゃないかこれ。あのミスが痛かったな。頼むわアイリン、仲間になってくれ。あなたたち私助けに来たの嬉しい、私あなたの軍入れてもらうわ。それはちょっと差し出がましいというか、合ってんのかそれは。さてさてどうしたもんか。バードマン攻撃してもらうか。じゃあよー、いいね、どんどん2回攻撃。死なないでな。うわあぶね。マスキュリンは大丈夫よ。硬くなった、ずいぶん硬くなった。プロテクトインクかなんかあれのおかげかな。そしてヘイワードがピンチだな、これは。いやー死ぬとさ友情が下がっちゃうんだよな、それがマジで痛い、痛すぎる。あーこれダメだな。ヘイワード死ぬぞ、これ一旦戻ろう。ちょっとアイリーンはもう一回後で話しかけるとして、これミスったな、オブライトいないと絶対あそこ無理だ。ちょっと一旦リターンしよう。え、リターンできなかったんだが、どういうこと。やっちまったな、完全にやっちまったな。俺はちょっとでも経験値稼ぐか。いいダメージだ。ヘイワードもこれ耐えられないんじゃないか。あー強い、マジか、くそ。ヘイワードの友情が、うわー全員支援効果受けられなかったっつってるよ。オブライトも、マスキュリンと少し仲良くなってきたのにな、かわいそうにな。ちくしょう、しょうがない。それ一回死んだぐらいでさ友情効果がなくなるってさ、どういうこと、どういうことなの。もう何、死ぬようなやつは友達じゃないってこと。まあ生き返るようなやつは友達じゃないだろうな、確かに。いやちくしょう、もう一回助けよう。よし、文句のアイリンが翼軍に加わった。ここまで戻ってきた。ここからしっかり続き行こう。アイリンはね、別に攻撃力全然高くないんだよな。文句は最初はっていうか序盤は攻撃力が低くて困るところ。まあなんとかなるっしょ。アイリン攻撃か。汚ねえな。女子供を狙うなんてな、こいつら。なんか同じこと言ってたこれ前回。ううグレイスも硬っ。大丈夫かオブライト。ああきついね。そうか、オブライトは剣に弱いんだな、斧だから。ちょっとこんなとこにいるヘイワード何してんのって感じかもしれないけど、とりあえず自分の回復しよう。危ねえ、このまま進んでったらまた死ぬ。
アイリンと友情を深めようか。少し同じ敵を攻撃したりすると友情が深まったりする。いいね、いい破壊力だったな今。後ろ狙われない、背中狙われないか。グレイス狙ってくるね。しかしグレイ、うわー、グレイスの硬さをもってしてもゴブリンの攻撃は跳ね返せないか。あれ、これ下がっちゃうな。お、出れる出れる、よしよし。翼くんは移動力もあっていいね。まず上に行く必要はないんだもんな。とりあえずこっち側に逃げようか。スケイブンに魔法を当てて、これをアイリンに倒せばよ。ドン、いいね。アイリンちょうどいけんじゃない。これはゴブリンどんぐらい減る。ゴブリン強っ、硬い、そして強くて硬い。男らしさを感じるなあいつから。いいね、いいよ。ストレートからの左アッパー、右ストレート左アッパーね。薬草を手に入れたわ。邪魔くせえな。カウンターしてくれグレイス、たまにはいいんだぞ。遠慮しなくていいんだ全然。よし、ヘイワード出番だ。あいつを倒してこい。いいね。どんぐらい減る？うわー、めっちゃ減る。いいよいいよ。ヘイワードもオブライトも一回死んでるからちょっとかわいそうなんだけど、みんなとの友情関係にちょっとひびが入ってるからな。お、罪の烙印強グレイスビームグレイスレーザーが出たな。やばいなあいつ、すごい強さ。これどうなんだろう、これオーバーライト死んじゃうんだろうか。やっぱり死んじゃうんだろう、これ大丈夫かな。行ってみていい、なんかやめた方がいいかな。やめた方が良さそうかな。とりあえず一旦こっちに行ってみるか。何もしてこねえな。何もしてこないのが逆に怖いな。これはタル系は、お、恵みの雨だ。恵みの雨ってなんだっけ、持ち物がいっぱい、なんか貴重品をやたら持ってるな。恵みの雨ってなんだっけか、全員回復とかそういうなんかすごいお得なアイテムじゃなかったっけ。あ、やべ、ここでバードマン動くのか。大丈夫か今、アイリン狙われないか。おお、大丈夫っぽい。そのままみんなグレイスを狙ってやってくれ、頼む。よし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 、これ美味しいよ。まあしかし食らうな、しょうがないしょうがない。ヘイワード倒してくれ、バードマンを。うん、バッチリだ。レベル上がんないな、これみんな6レベルぐらいにしたいんだけどな。翼くんどう？いやー全然食らわない、カッチカチ。若い、若さがある彼には。ヒールヒール、神よ。あー、いいね。そのヒールはどういう風にこの回復量というか、違う、回復量というよりも経験値が違うのは何なんだろうな。お、翼に来たか。ああ強い、翼がね、翼が強いわ。あのゴブリンの攻撃を、おお、カウンター、いいね。1しか食らわない。やばい、我々が恐れ気味だ。俺は2の上に逃げて、さっきもう逃げてなかった。これはブレイズだと2人とも死んじゃうから経験値稼ぎにならないと。
だったらブレイズレベル1で行くわよ。うん、いいねいいねいいね、しっかり経験値稼ごう。こっち側はもうやることないか、やることなさそうだね。オッケー、倒そうそいつ。バードマン倒しちゃってくださいよ。おはは、いいね、いいよ。じゃあもうアイリンにとどめさせてもらおうよ。あーまずい、まずいよ。さっきはこれで死んだけど、よーし、まあ、大概の魔法は前にも言ったけど固定ダメージなんだわ。だから簡単には死にはしないはずなんだが、これちょっと危ねえのはスナイパーか。これ倒しとこう。よしよし、レベル上がんねえな。よし、アイリンとどめを刺してきてくれ。うわー、アイリン、アイリンの移動力のなさ。大丈夫でしょう。カウンターやめて、カウンターだけやめて、お願いだから。うわー、バカバカバカタレス。よし、これで、うわ、毒消しそうしかないじゃないか。まずいな、ちょっとまずいか。オブライトをもう死なせるわけにはいかない。うおー、威力やば。グレイスはどうやったって間に合いそうにはないんだが、オブライト大丈夫かな。オブライト生きてるか。いやー、まあ、これはこうするしかないよな。倒してもらおう、とりあえず。よーし、うわ、レベル上がんない。そしてレベル上がらず。マスキリンとそこには翼くんもいるし、まあ、どっちか狙うでしょう。いやー、マスキリン頑張れ、耐えろダメだな、ちょっと防御の仕方がなってないな。これは HP、 こういう体力9と体力5か。じゃあ体力5の方を攻撃しとくか。あ、9よ9。ほい、うわ、全然減らねえ、つえ。レベル上がんねえかなー、マジで。ほい、上がんない、マジで上がんない。そういうもんなのかな。88食らわして、うわ、全然ダメだ。お、出た、必殺、なんで必殺技の名前すごくなかった今。なんだ今の必殺技。いい、じゃあ、あーちゃんは頼みますわ。エイワードレベル6やったぜ。マスキリンの回復をしてあげたい、てか彼ら2人の回復をしてあげたい。はいはいいいね、レベル上がらず。あれ、あいつは倒す、何、倒さなくていいのか、親玉。あ、そうなんだ、へえ。そうか、お前たち強すぎると思ったら共和国軍の廃山軍、うーん、そんな呼び方があるんだ。残党とかそういうことじゃないの、汽車で共和国に逃げるつもりだったんだ、そういうことだよ。